さあ、それではこの動画では、定積分と面積の関係を一度確認しておきましょう。XY 平面においてある関数 y イコール fx を定義します。でそうすると、例えばこの fx に関して変域を a から b まで定義しましょうか。でこの間にある面積、ここを s とすると、まずは s っていうのはfx を x の方向に a から b まで定義したものっていうふうに定積分で表現されることが分かっています。まずはこれは基本的な部分ですね。基本的な部分です。で次にこれは今どういう状態になっているかっていうと、 fx と x 以下 y イコール0ね、 y イコール fx、 ここに一応書いてきますけど、これはy イコール fx と y イコール0の2つに囲まれた面積です。ということはこれ2つの関係が必要になってきますね。囲まれるってことは何かと何かで挟まれないといけないの で、そうするとこういう考え方もできます。例えば、こういう感じになってて、上を fx、下を別の関数 gx と定義しましょう。そうするとこの間で、例えば a と b っていうものを定義したときに、この2つの関数で、囲まれる面積っていうのはちょっと赤で書いてみますか。ここですね。ここからここからここまでで fx がこれで gx がこれなので、この赤の斜線部分が求める面積 s っていうことになります。そうするとこっちと同じように考えていきましょう。まず y イコール fx っていう値をバーって無数に取っていくとこの曲線ができるんですよね。で gx もそうだけども y イコール gx っていう y の値をドットで無数に取っていくとこの線になると。でまずここで面積 S をどういうふうに定義するかというと、要するに y イコール fx の点から y イコール gx の点を引いた値、この部分、そしてその後のこの部分、この部分、この部分というふうに、要するにそれぞれの点に対してその差を取っていく。でそれをつなぎ合わせて重ね合わせた結果できるのが面積ですって考える。でそうするとこの2つはfx の値から gx の値を引いたものを x の方向に a から b まで積分したものが面積になるんですよっていう関係になるわけですよね。これを次は覚えていきましょう。2つの関数で囲まれた面積を定積分で表現する場合は、上にある fx から下にある gx を引いたその差を a から b まで定積分していけばいいっていうことが分かります。これは例えばこっちはどうなってるかっていうと、ここに書いた通り y イコール0なので、これをこっちの形で書くとどうなるかっていうと、もう見えてるかもしれませんが、fx マイナス0ですよね。gx が y イコール0になっちゃってるので、こういう形で表現されているのと一緒です。なので、これはこれに含まれていると言ってもいいですよね。それからもう一つ、ちょっとここも書けないのでまた一回全部消しちゃいますけど、今度はこっちの面積が逆転して x 軸よりも下に面積ができたときはどうなるのか、ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じの状態になったときはどうなるんでしょうか。そうすると今これとの関係で照らし合わせて考えてみると、上にある関数から下にある関数を引いた式を作らないといけないですよね。でそうするとこれ、ちょっと便宜上ね、 fx gx とは全く違うものを定義しちゃってるんで hx と書いてますが、これの面積をどう表現するかというと、a から b まで定義するのは一緒です。
A から B まで定積分するのが一緒なんだけども、HX は下にある関数ですよ。関数なんですよね。HX は下にある、X 軸の下にある関数なので、どうするかというと、Y イコール0から HX を引いたその差を定積分するっていう計算になるわけです。とすると、0引く HX なんで、これ当然、マイナスの部分は前に出て、こんな形になりますね。はい、つまり S っていうのはもし全てが X 軸よりも下側にあるのであればマイナスをつけて表現しましょう。これから導き出される結論ですよね。このようにしてこれからは定積分を使って面積を求めていく問題をいくつかやっていきます。で、これがこれからの面になっていくと思ってください。まずはこの公式をしっかり頭に入れて上にある式から下にある式を引いてその差を求めると定積分する。で、そうすると全部が X 軸よりも下にある場合は、0-HX を思い出してもらったら OK ですよね。なので、今回は面積に関する面積と定積分の関係に関するものをまとめてご説明しました。